はい、おはようございます。沖縄の鈴木でございます。まだちょっとあの風本調子じゃないんだけど、いろいろとアプリじゃないゲーム整理していたらですね、まあ、あの最後までクリアしていないゲームが結構あることに気がついて、で例えばこのドラゴンクエストヒーローズ2、これも持っていて、あの非常に面白くて、楽しんでやっていたわけですけれども、なぜか途中からちょっと行き詰まったのかな、あのしばらく更新が止まっていて、そして最後までクリア していないという状態だったので、頑張ってこれもね、あのクリアに向けて、もう一回リスタートしていこうかなと思います。というわけで、今回はドラゴンクエストヒーローズ2、やっていきます。さあ、もうね、思い出していこう。このあたりも全然覚えてるような気がするんだよな。さて、まあところどころストーリーはまあカットしつつ、で最初このあたりも本当にストーリーだらけなんで、まあ早送りしながらいきましょう。で毎回思うんだけど、これが鍋なんてどういう味だろう。ねえ、最後これどうなったんだろう、双子の王っていうのは。双子っていうところがよくわかんないんだよな。それでどうだっけ。この鍋が全然うまそうに見えないのはなぜだろう。よし、さあ行くぞ。よし、攻撃が当たんないよ。えい。よし。もうこの辺りは、まあどん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 進めていくことができそうで、はい、行きます。さあ、行くぞ。テンションマックス。さあ、たぎってきたぞ。あれ、どんな、どこまで行ってたっけ。よいしょ。はいはい、感心感心。ちょうど煮えたみたいだ。飯にするか。本当にこの色といい、美味しそうに見えないんだよマジで。美味しいのかな。さあ、とにかくね、ドラゴンクエスト新シリーズがですね、新シリーズ、まあ、新作があの7月末に発売するということで、まあ個人的に現在立てている目標が、まあ手持ちのドラクエシリーズを、全部手持ちのね、手持ちのやつ、手元にあるやつを、まあ全部クリアしておくという目標ができたので、まあ今回このドラゴンクエストヒーローズとドラゴンクエストビルダーズ、これも持っていて途中までしかクリアできてないんで、ドラゴンクエストビルダーズ、そしてスマホ版のドラクエもいくつかあるので、これもまあちゃんと最後までクリアしておこうかと思います。でドラゴンクエストビルダーズを最初やろうと思ってたんだけど、まあチャンネル登録してくれてる別の方がですね、やっぱりヒーローズ、あ、ヒーローズじゃない、ビルダーズ、スタートしていたので、自分はやっぱりビルダーズで被ったら嫌だなと思ったんで、ヒーローズの方で行きます。さて、行くぞ、バトル開始。どうだ、もうこの辺りはただひたすらもう、攻撃連打で行けたような気がするんで、まあ行きましょう。
よし。うん、ドラクエシリーズは本当好きでね、一から全部やってはあるんだよな。特に、2か3の時かな、なんとなくものすごい、記憶に残ってるの、記憶に残ってるっていうか思い出になってるのは、なんかあの時、仲間みんなで、やってる仲間みんなで同じあたりで詰まってしまって、なんか電話で、何人かがやっぱりテレビとファミコン持ってきて来てたんだな家に。でやっぱり来れないメンバーとはもう電話で、スピーカーモードにして、会話しながらドラクエやったっていうのがなんか懐かしい。なんか楽しかったなあれ、みんなで鍋やりながらドラクエをひたすらやってたという。そして自分がクリアしていないのは1だけって。1はやっぱり1もやっぱり同じようなやり方をしてたら、先に目の前で友達にクリアされてしまったんで、なんだろう、そこでやることやるのやめちゃったって、やべえエンディング見ちゃったっつってやめちゃったんだよな。だから今度は1もちゃんと最後までクリアしておきたい。そしてやはりDS 版のドラクエを動画にしたいなと思ったら、キャプチャーのやつも欲しくなってくるな。ニトロキャプチャーっていうの、ニセトロキャプチャーっていうのかな。あれいくらぐらいだろう。それもちょっと調べておこう。さあバトル開始。後ろ見てる、後ろ後ろ、やばいやばいやばい。こんなでかい武器をあんな軽々と持ってすごいな。届かない、あえて避けたつもりだったんだが、終わった。よいしょ。さて、ほら強いな、これ硬いな。よし、だいぶ減ってきたような気がする。半分ぐらい減った。よし、テンションマックス、いくぞ。外した。えい、処理。何があったんだっけ。なんかだんだんとストーリーを思い出してきたような気がする。けれど、やっぱり続きをやるんじゃなくて最初からやり直すような感じで、もうガン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 、やっていこうかと思いますんで、お楽しみに。さて、今回はこのストーリーのイベントの部分が終わったら、
まあ一旦終わりにします。まあよろしければですね、まあ、これからも頑張ってドラゴンクエストヒーローズ2やっていこうと思いますんで、応援のほどよろしくお願いします。うん、まだちょっと、風邪で調子が元に戻っていないんだけど、頑張ってやっていこうと思いますんで、まあよろしければチャンネル登録、コメント、高評価で応援よろしくお願いします。というわけで、まあ今回はね、こんなところで、それではまた、バイバイ。